Mary. こんな近くにお店あるの知らなかった。半年前にオープンしたんです。本当はブラックジャック用のも来たかったんですけどね。スペース足りなくて。ええ。お好きですか、ギャンブル。昔はね、何でもかけごとだった。あ、ペッパーください。はい。 どうしてですか。君が何だ。どこがですか。グラスの底に残っているのはソーダじゃなくて氷の溶けた水だ。いけませんか。これはバーボンソーダだな。氷は溶けますよ。なんていい空だ。お客さん。そうなるんじゃねえよ。わかりましたよ。 欲しいのは分かってんだろうな。分かってます。バーボンソーダですね。気に入らねえな。どんな風にですか。まるでガキに言ってるみたいな。そうだ。酔っちゃったんですか。かき回さなかった。ソーダをお好みの方は捨てはするとガスが抜けると仕上げましたね。俺には手抜きに見えた。一杯目もそうやって入れましたよ。 何か。どっかで会ったかなと思って。俺は初めて。姉ちゃん。ジャズがかかってんのか。嫌いなんだよな、ジャズってのは。お客さん一人の好みに合わせるわけにはいきませんよ。俺に合わせろって。気に入らないみたいだからそう言ったんです。お客さん、どっか別のところで飲まないとこがいいんじゃないですか。 そういう言い方するの。お勘定は結構ですから。今何時って。お客さん場違いだから迷惑だろうと思って。怒らせるな。頼むから俺を怒らせるなよ。脅迫するんですか。